レディスミス・ブラック・マンバーズは、石タミア・ヤム・ブーベと呼ばれるスタイルで歌う、南アフリカの男性コーラスグループである。彼らは、アメリカ人歌手、ポール・サイモンのアルバム、グレースランドに参加したことで、世界的に知名度を得て、その後3つのグラビー賞を含む、様々な賞を獲得している。1960年に、ジョセフ・シャバララを中心に結成した彼らは、ゴールドディスクや、 プラチナディスクを記録し、南アフリカで最も多くのレコーディング数を誇るアーティストの一つとなった。このグループは、今や人々に南アフリカとその文化を教える伝道者のような役割を果たしている。ジョセフ・シャワララは、夢の中で聞いたイシカタミアのハーモニーに影響されて、1964年にレディ・スミス・ブラック・マンバーズを結成した。グループは、結婚式や、 その他の集会などで評判を得て、石片宮の大会に参加した。大会では彼らはとても高評価を得すぎたため、その後優勝資格は失われたものの、演奏自体は人々を楽しませるために歓迎された。彼らは1964年に石片宮のグループと認められたが、1950年代初期から一緒に歌っていた。そして、1973年にファーストアルバム、 オマブースを発表した。このアルバムは、その後に、数多くリリースした作品と、同様、ゴールドディスクを記録した。1986年のポール・サイモンと、レディス・ミス・ブラック・マンバーゾーの共演は、彼らレディス・ミス・ブラック・マンバーゾーが、世界的に知られる道を開くことになった。レディス・ミス・ブラック・マンバーゾーの前身は、イザムニアまで、1960年12月に、 シャバララにより結成された。グループのメンバーはシャバララの親類で彼らは同じ農場で一緒に歌っていた。彼らはコンタホーザやムブーベを歌ってはいたがまだレディスミス地区の外では知られていなかった。1964年にシャバララは6ヶ月間夢の中で完璧なハーモニーのコーラスを繰り返し聴いていた。この美しい夢で聴いた音楽は まだ彼のグループでは実現できていないと感じていた。そして、シャバララはグループを、レディスミス・ブラック・マンバーズという名前に改良し、夢で聴いたハーモニーをメンバーに教えた。グループ名は、彼の故郷である、レディスミス、黒毛の牛、マンバーズからつけられた。シャバララは、ダーバンとヨハネスブルグの石畳宮の大会に、グループで参加し、開催されたほとんどの大会で優勝したため、 1973年まで彼らは他のグループとの競争は禁止された。ただし大会での演奏自体は自由だった。1967年にラジオズールーでレコーディングを始め、1972年にはウェストン講師とプロデューサー契約を結んだ。レディスミス・ブラック・マンバーズはその翌年、ファーストアルバムオマブースを発売した。このアルバムは 南アフリカの黒人のミュージシャンでは初めてとなるゴールドディスクを記録した。彼らのそれ以降のアルバムもゴールドディスクかプラチナディスクを記録していった。彼らはセカンドアルバムよりプロのアーティストとなった。1975年にシャバララはキリスト教に転校した。その後すぐにグループにとって最初の宗教的なアルバムユカコニアクエランガを発表した。 このアルバムの収録曲は賛美歌が占めており、前回の倍であるプラチナディスクを記録した。1976年の LP、ユコシンザーワは最も人気のある宗教的なアルバムの一つとなり、発売わずか3週間でダブルゴールドディスクを記録した。1981年、アパルトヘイト政府が南アフリカ音楽祭の一部を ドイツケルンで行わせる形に結果的にしており、このグループは人気を得ていた。グループは西ドイツで巡業、テレビ出演を行い、ドイツ語の学習をした。1981年にグループが発表したアルバム、ファンシー・イム・ゴディニーに収録するため、シャバララは、ビー・アング・ウラソン・オイ・ヒアレという曲を書いた。翌年もテレビのクイズ番組に出演するためグループはドイツへ行き、 より多くの人気を得た。コンピレーションアルバムの草分け的なアルバム、ザインディストラクティブルビート・オブ・ソエトにグループのトラックが収録された。1985年、アメリカ人歌手のポール・サイモンはアルバムグレースランドをアフリカのミュージシャンとの制作を希望して南アフリカへ渡った。サイモンはシャバララと会って議論を交わした後、 グループはサイモンがレコーディングをするロンドンへ向かった。最初にレコーディングしたホームレスはコーラスはサイモンの作曲だが他はシャバララとの共作で導入部からメイン部分まではズールー語で英語ではない。グレースランドは1986年後半に発売され南アフリカへの文化的ボイコットをジョセフ・シャバララとポール・サイモンが妨害したとして批判されたが アルバムは1600万枚を販売する巨大なヒットとなり、さらに、レディスミス・ブラック・マンバーゾが世界的に知られる効果を出した。また、スティメラやマハラティード・ザマホテラ・クイーンズ等の他のアフリカのアーティストが西側の人々に人気を得るきっかけを作った。グレースランドの後、サイモンをプロデューサーとしてグループは3枚のアルバム、ジャーニー・オブ・ドリームス・ツーワールズ。 ワンハートをアメリカ向けに出した。また、アルバムでは、ワイナンズ、ジュリア・フォーダム、ジョージ・クリントンといった人気アーティストとの共演もした。1988年、マイケル・ジャクソンの映画、ムーン・ウォーカーのエンディングで、レディ・スミス・ブラック・マンバーズの、ザ・ムーン・イズ・ウォーキングが使用された。セサミ・ストリートの曲、プットダウン・ザ・ダッキーでもレディ・スミス・ブラック・マンバーズは、フィーチャーされた。 1991年12月10日、シャバララの弟で低音を担当するメンバーであるヘッドマン・シャバララは白人の非番の警備員に射殺された。ポール・サイモンは事件の根底には人種差別が原因にあると裁判で証言した。ジョゼフ・シャバララはショックのため歌うのを止めてしまった。しかし、クリスチャンである思いから彼は歌の世界に復帰した。 1993年、脱退した3人のメンバーの代わりに、シャバララは、自分の息子4人をグループに加入させた。アパルトヘイト制度は1991年に廃止された。ネルソン・マンデラが27年の東国生活から、釈放されたことを祝福して1993年に、アルバム、リフ・イカニーソーを発表した。このアルバムの最終トラック、イザキ・フィル・インクルレコは、 アパルトヘイトの終了を賛美した曲である。ネルソン・マンデラが釈放された直後にレディスミス・ブラック・マンバーゾのメンバーは南アフリカの文化的な大使であると公式に述べたとシャバララは言っている。レディスミス・ブラック・マンバーゾは1993年にオスロで行われたノーベル平和賞受賞式に将来の南アフリカ大統領に同行した。レディスミス・ブラック・マンバーゾは 1994年5月のマンデラ大統領の就任式でも再度歌った。1997年、ハインツのテレビコマーシャルのためにグループはインカニエジーネザジの短縮バージョンをレコーディングした。オリジナルバージョンは1992年にレコーディングされたものだが、1998年発表のベストアルバム、ザ・ベスト・オブ・レディースミスブラック i ンバー l ザスターザワイズマンにも収録され、アルバムはイギリスだけで100万枚売れるヒットとなり、トリプルプラチナを記録した。また、全英アルバムチャートで最高2位を記録している。このハインズによる成功は、イギリスに何度も招待され、テレビやラジオで演奏したり、イギリス王室の前で演奏することまで発展した。2001年、グループは、ファミリー街などのアニメ作品に登場した。 2000年に、ライル、イクセバライカゴゴを発表した後、グループは2002年に発表するアルバム、ウェンケラの制作に取り掛かっていた。しかし、2002年5月、シャバララと30年間連れ添ってきた妻ネリーが、教会の駐車場で、覆面の銃撃者に殺害されるという出来事が発生し、レコーディングどころではなくなってしまった。シャバララ自身も、妻を助けようとして手を負傷した。 ジョセフの息子ビビアンは、ママ母、ネリーを殺害するために殺し屋を雇ったとして、逮捕された。もし、ビビアンの父が殺人に関係していたら、南アフリカ警察は執行猶予にしたのではないか、とビビアンは証言した。シャバララが復帰し始めたので、ウェンケラの制作は進んだ。ウェンザ・アンガーニー、など、人種差別などの道徳的なテーマを含んだ曲を収録している。 他の収録曲、フェイク・イボーンドは飲酒運転の危険性を警告している。ウェンケラはイエス・キリストの復活と1994年の南アフリカの改革をテーマに。サリンガレス・ソンケはアフリカで公正取引を求めた曲。グループはオックスファムのキャンペーンで公正取引問題について語った。南アフリカでウェンケラが成功した上で2003年3月に イギリスでも同アルバムが発売された。アルバムは繰り返し成功し、2004年1月にはアメリカで発売された。アメリカでのリリースはダブルプラチナを記録し、2回目のグラミー賞の受賞をもたらした。そして3ヶ月の全米ツアーを行った。2005年に発表したアルバムノーバウンダリーズではイギリス室内還元楽団と共演した。 クラシックスタンダードやマンバーゾの曲が収録された。ヨーロッパの伝統とズールーの文化を融合することについて最初は心配されていたのにもかかわらず、アルバムは非常に売れてグラミー賞にもノミネートされた。レディスミスブラックマンバーゾレディスミスブラックマンバーゾ45周年記念となるアルバムロングウォークツーフリーダムは2006年1月24日に発表された。 アルバムでは、南アフリカのミュージシャンの他に、ザップママ、サラ・マクラクラン、メリッサイ・スリッチ、ジョーマク・ブライド、ナタリー・マーチャント、エミル・ハリス、タジマハールらと共演している。そして、レディ・スミス・ブラック・マンバーズは、もう一度ポール・サイモンと共演したいとの意思を表した。それは、グレースランドから20年後だった。アルバムのプロモーションのため、2006年1月から2月に、かけ、 マンバーゾア、様々なテレビラジオ番組に出演した。また、アメリカ・カナダ専用のファンクラブも作った。2006年4月、マンバーゾはジョシュ・グローバンのサード、スタジオアルバム、アウェーク、グローバンと共演した。その曲は、ウィーピングとララバイで、純粋な南アフリカ音楽の影響を特徴としている。2006年8月には、マンバーゾア、 メイビス・ステープルズの新しいアルバムのために、ステープルズと共演した。マンバーゾが全米ツアーを行っている間、テレビ番組、サタデー・ナイト・ライブで、レディ・スミス・ブラック・マンバーゾをパロディ化した漫画、レディ・スミス・ブラック・マンバーゾ・イン・アウター・スペースが出演された。その DVD が発売された時、グループのメンバーは短いコメントを加えている。2006年10月17日、 レディスミス・ブラック・マンバーズはニューヨークでスペシャルコンサートを開催した。コンサートにはサラ・マクラクラン、ナタリー・マーチャンとマホテラ・クイーンズ、ブーシー・マーラ・セラ、ピート・シーガーが特別ゲストとして出演した。コンサート前夜、マホテラ・クイーンズはアカペラのコンサートを開催した。ボブ・サンクラーことアフリカニズムのサード、ミックスアルバムには レディスミス・ブラック・マンバーゾーの1985年の曲イサーラ・カチェルウィがスチールストームという曲で使用された。アルバムロング・ウォーク・ツー・フリーダムは2007年の第49回グラミー賞2に部門で再びノミネートされた。それは最優秀コンテンポラリー・ワールド・ミュージックと最優秀サラウンド・サウンド・プロダクションだったがどちらも受賞はできなかった。 レディスミス・ブラック・マンバーゾーのアルバム、イーレンは2007年2月26日に南アフリカで発売された。その後、同年4月2日にタイトルをイーレン、アワー・トリビュート・ツー・キング・シャカに変えてイギリスで発売された。アメリカではイーレン、オナリング・シャカ・ズールーというタイトルで2008年1月22日に発売された。グループ創設者活ディレクター、作曲者、 リードシンガーを兼ねるジョセフ・シャバララがいつ引退するのかという多くの質問が発生している。それに対し2008年1月23日にシャバララは声明を出している。1960年代初期に私は理想としていた歌のグループの夢を見た。この美しい夢は私のグループであるレディスミス・ブラック・マンバー像の創設につながった。 その45年後にあたる現在、この最初の夢はより多くの夢につながっている。我々はグラミー賞を授かり、また祖国南アフリカからノーベル平和賞を授与されるためにネルソン・マンデラと一緒にノルウェーへ行ったことなど、世界中を旅して平和、愛、ハーモニーのメッセージを何百万人にも伝えた。これは黒人の南アフリカ人が想像できるような夢ではなかった。 時は経ち、21世紀になった頃、もし私が引退したならば、レディスミス・ブラック・マンバーズはどうなるのかを質問され始めた。レディスミス・ブラック・マンバーズは一人ではない。レディスミス・ブラック・マンバーズは使命だ。それは、我々のメッセージと文化を世の中へ広めていく使命である。南アフリカはとても素晴らしい場所で、美しい人々もたくさんいる。南アフリカを、 人々の心に響かせるため、我々は20年間ほぼ毎年7ヶ月間のツアーを行っていた。レディスミス・ブラック・マンバー像は家族である。兄弟、いとこで一緒に歌っていた。最近15年の間、引退と死のため、私は自分の息子4人を参加させた。彼らはレディスミス・ブラック・マンバー像の未来だ。使命とメッセージは続く。時が経ち、 私のツアーが終了した後も、彼らは私の夢をやり続ける。私の息子ザムサンカはグループのニューリーダーになる。このように私が45年以上前に見た夢は21世紀まで続いていく。平和、愛、ハーモニーのメッセージは決して黙ってはならないため、レディスミス・ブラック・マンバーズは続けなければならない。我々は決して沈黙しない。そして我々は、 世界中のファンと友人たちがこのメッセージを聞き続けることを望んでいる。ありがとう。ジョセフ・シャバララ2008年1月23日、レディ・スミス・ブラック・マンバーズが2007年に発表したアルバム、イーレンは世界の両側で成功した。2008年の南アフリカミュージックアワードで最優秀トラディショナルアカペラアルバムを受賞し、2009年のグラミー賞では、 最優秀トラディショネルワールドミュージックアルバムにノミネートされた。そしてグループは2009年2月8日のセレモニーでこの賞を受賞され3回目のグラミー賞獲得となった。2008年9月、マンバーゾはサブッククワイアと共同でアルバムマイドリームアフリカンサウンズを発表した。このアルバムは一緒に歌うだけではなくお互いの曲を演奏している。 レディスミス・ブラック・マンバーズは2010年4月にアルバムコブイ・クランジを南アフリカで発売した。そして年末までに世界的にリリースされることになっている。2011年にはオリジナル曲を多く収録したアルバムソングズ・フロム・エイズ・ルー・ファームを発表した。第54回グラミー賞では最優秀ワールド・ミュージック・アルバム部門にノミネートされたが受賞はできなかった。 2013年に発表したアルバムライブシンギングフォーピースアラウンドザワールドは当時まだ存命だった南アフリカ元大統領のネルソン・マンデラに捧げられたものだった。マンデラが死去した後の2014年1月26日にこの作品は第56回グラミー賞の最優秀ワールドミュージックアルバム部門を受賞した。2014年には 2002年に多界したネリー・ジャバララに捧げられたアルバム Always with Us を発表した。同年にはイギリスのバレエ楽団エラ・スパイラージーならアンサンブルと共演したアルバム Music From i n e ラ a を発表し第58回グラミー賞の最優秀ワールドミュージックアルバム部門にノミネートされた。1999年1月 ジョセフ・シャバララは、レディ・スミス・ブラック・マンバーズ財団を設立した。組織の目的は、若い、ズールー人の南アフリカの子供たちに、彼らの伝統文化と音楽を教えることである。現在、マンバーズ・アカデミーが作られ、石片宮の歴史を若者に教えている。レディ・スミス・ブラック・マンバーズは、グラミー賞を受賞している。初めてのグラミー賞獲得は、1988年の、 アルバム、シャカズールーで、それはアメリカで、初めてのリリースでもあった。1973年のグループのファーストアルバムの発表後、多くの大会で勝ちすぎたことで、石片ミヤの大会に参加を禁じられていた。でも、監修のために自由に演奏することはできた。この後、グループは、特別賞として、監修のために演奏をし始めた。その後まもなく、グループは、 南アフリカ中でツアーを始めた。しかし、アパルトヘイトシステムのために、彼らはしばしば警察に妨害され、彼らは地べたに寝かされもした。その後、彼らは許可証なしでもツアーができるようになった。1986年まで、白人の南アフリカ人のファンは非常に少数で、大半のファンは黒人の人々だった。ポール・サイモンの グレースランドツアー1987に同行した後、グループは単独でワールドツアーを始め、広く知られるようになった。グループは、グレースランドの成功やハインツの広告などで、アメリカ・イギリスでは非常に有名である。グループは通常、クリスマス休暇前の8ヶ月間、毎年ツアーを行っている。バカンガと、 マホテラクイーンズがサポートし、2006年4月から4ヶ月間の全米ツアー、5月5日から6月10日までの30日間の全英ツアーで一旦ツアーを終えて、南アフリカに戻った。マンバーゾは2006年7月9日からアメリカ、オーストラリア、ニュージーランドでコンサートを行い、10月に帰国した。同じ月、グループは、 ロングウォークツーフリーダムの特別コンサートをニューヨークのカーネギーホールで開催した。2007年1月にグループはアメリカで3ヶ月間ツアーをし、その後オーストラリア、ニュージーランドでもツアーを行った。2007年10月から11月までの34日間、イギリスでツアーを行った。そのツアーの間はブーシー・マーラセラがサポートしていた。 2008年1月から3ヶ月間全米ツアーを行い、6月には1日だけワシントンでコンサートを行った。2008年10月から11月はアメリカカナダとヨーロッパ全域でコンサートを行った。マンバーゾは3ヶ月間の全米ツアーを2009年3月に終え、6月にはアジアとオーストラリアでツアーを行い、10月から11月に かけての30日間イギリスでツアーを行った。最初は、ジョセフ・シャバララと、彼の兄弟のヘッドマン、エノク、いとこのアルバート・マジブコ、ミルトン・マジブコ、フノクワクヘ・マジブコ、アベデネゴ・マジブコ、ジョセフ・マジブコと、友達のマトボチムシマンが、ウォルター・マリンガというメンバーだった。その後45年もの間で、合わせて30人以上のメンバーがいた。グループは、 最初からシャバーララ一族が大半だったが、1970年代、中頃までいるメンバーはそれぞれ専門性を持っていた。アルトを担当するミルトン・マジブコが1980年に殺害された後、二人の新メンバーであるイノス・フングラ、ゲオ・フィレ・ムドレト氏が翌年加入するまで、グループは数ヶ月間活動を停止した。 シャバララの弟ヘッドマンが1991年12月10日に殺害され、フングラ、ムドレトシ、ベン・シャバララが引退すると、ジョセフが6人の息子のうち4人を加入させるまで、しばらくグループは活動停止をした。1970年代は、グループの最初のメンバーと、レコーディング時のみ参加する多くのメンバーにより、構成された。 ジョセフ・シャバララの息子たちは1993年に加入した。彼らはレディ・スミス・ブラック・マンバー像のジュニア学団であるムシング・ホワイト・マンバー像から昇格した。グループのメンバーはクワズール・ナタール州のダーバンの外側に位置するクルーフに住んでいるが自宅には短い期間しかいない。メンバーはジョセフ・シャバララ、彼の息子ザムサンカ、ムシジ、トゥラニ、 シボンギセに、いとこのアルバートマジブコ、アベデネゴマジブコ、友達のラッセルムゼムブ、ウガネダ・ラミニである。1975年以降のメンバーであるジャブラに、ドゥバザナは2004年9月に引退した。長い間メンバーだった、ジョッキー・シャバララは2006年2月11日に、南アフリカの彼の自宅で亡くなった。その時は62歳で、ほぼ40年間ずっとグループのメンバーだった。 2005年の映画、ミーンガールズの主人公ケイディ・ヘロンは、アフリカで育ち、レディ・スミス・ブラック・マンバーーのコンサートで弾じけている。彼女の母親は、私たちは何ヶ月分もこのチケットを持っている。あなたは、レディ・スミス・ブラック・マンバーーが大好きだねという。レディ・スミス・ブラック・マンバーーは1973年に、最初のアルバムを発表してから、50以上のアルバムをレコーディングした。 その多くはゴールドディスクやプラチナディスクを獲得している。ありがとうございます。